はい、この景色の中に、にゃお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 。あ、行っちゃった。千鳥の額塚八幡宮とあります。まあ、境内が広いですよね。あ、聖徳二年、水の絵立つ、10月、吉日。もうね、何回か紹介してるんで、これは確か記憶によると山岳信仰ですね。海白不完孫かな。まあ、中央が御嶽山狼、右側が八海山狼、まあ、左側が相馬山狼。ここのね、相馬山のね、間の字はね、みつるっていう字が書かれますね。まあ一般的には馬っていう字が使われると思うんですけどね。相馬山狼。こちらは、三笠山通り店。穂高山。まあ伊原山。小山諸天神。なるほど。よくね、このマーク見かけますよ。まあ、御嶽峡のマークですよね。吉岡町指定重要無形文化財、下八幡宮獅子舞です。平成15年5月22日指定。下八幡の獅子舞の起源は、下八幡から野良犬。前橋市清野町に獅子舞が伝えられたのが、慶長年間1600年頃と言われるので、室町時代まで遡ると思われる。また、獅子頭の塗り替えが、安永6年、1777年に行われたとの記憶もある。流派は極めて少ない、関白、流天流。頭は、お獅子が2本、目獅子が1本の螺旋状の角を持つ。前の列は、満頭持ち2名。山伏、棒使い2名、まあ、師匠、笛頭と並び、先獅子とカンカチ、お獅子とオカメ、後獅子と、まあ、ひょっとこが続く。獅子の両側に10名ほどの笛を従える。演目は1番組、2番組、3番組に大別され、前は10通りを超える、はい。確かにね、ここに下八幡宮獅子舞ってあるんですけど、まあ吉岡町にはね、八幡宮がね、まあ3社ね、あります。もう一つはここの、まあね、説明場に出てくる野良犬。まあそこですよね。そこでもね、まあ野良犬獅子舞。まあ今もね、まあ、伝承されています。こちらは小前根さん、あぎょうさんです。こういった社殿、拝殿正面。こちらは雲行さん。こんな感じにね、きれいに修復されてます。猿田彦狼。こちらのね、まあ、大きなね、石碑はね、まあ、そちらの文化財になってます。町のね。そして、これもね、まあ、相馬山と読むんですけど、
まあ、馬ではなくて、みつるっていう字になってます。相馬山、大権現。そしてこちらは、まあ、天照大御神かな。はい、下八幡宮の石碑、町重要文化財、平成13年10月22日、下八幡宮はこの地方の豪族、桃の石が南北朝時代に源氏の守り神として誕生したと思われる。本殿の、まあ、西北裏に祀られるのが、この石碑で、祭神は不明である。石碑は高さ102センチ。胸幅86センチ、奥行き99センチで、胸の鬼面は向かって右が高さ18センチ、幅10センチ、左が高さ16センチ、幅12センチと、鬼面の大きさでは剣閣屈指の作品と考えられる。明に寛永12年、まあ、木の問い12月吉日とあり、江戸時代前期の1635年の造立である。鬼面が風雨で荒れて、能面の翁のような顔立ちである。この、まあ、テープは最近貼られたんですかね。こちらですね。ほほう。こちらがね、桃の石が。正面の方がいいかな。こういった。確かに大きいですよね。こちらは少し小さめですけど、確かに鬼面で、まあ能面のね、まあ翁みたくなってますね。これは立派ですね。はい、まあこのようなね、下八幡宮でした。ご視聴ありがとうございました。こちらは古木大欅です。